で今でも、まあ、自分でも気に入っている曲になったんですが、ナイティメモリースという曲を私が出して、その後にアムルナミエさんご本人にお会いする機会があったんですけど、で、その時にあの、ナイティメモリースという曲、あの、できて本当にありがとうございましたっていうお話をさせていただいて、そしたらアムルナミエさんが、いやいや、こちらこそ本当にあんないい曲にしてくれてありがとうって、 言ってくださったんですよ、もう。もうなんか、私は、もう緊張しすぎて、本当に目を見て喋れなくて、ずっと多分眉間の間ら辺を <laughs> 見ていたと思うし、あんまりほとんど覚えてないぐらい、すっごく緊張して、も手汗もすごかったんですけど、でもその言葉をいただけて、なんか私は、本当に歌を自分で作る、 ことができて本当に良かったなって思いましたし、歌ってて本当に良かったって思えた瞬間でした。